横須賀基地開放デーっていうのは僕もあることを知らなかったんですけれども、どんな感じのステージなんでしょうかね。まあ屋内なのか屋外なのか半野外なのかとか分かんないんですけど、まあ機会があれば僕らは別にクラブシッターじゃなきゃライブはやらないということでもないので、どんなところでも出ていきたいと思うので、ちょっとスタッフにこれがどういうものなのか聞いてみたいと思います。